賛否両論、戸辺コンサート本人確認でファン騒然。その理由と舞台裏を徹底解説。戸辺が語る、ファンを守る決意。本人確認導入で変わるライブの未来とは。戸辺の運営陣は、この問題に対して、ファンを守ることを最優先に考え、厳格な対応を取る決断をしました。戸辺はこれまで、チケットの転売や不正な取引に対する注意喚起を行ってきましたが、 残念ながら一部の人々はこれを無視し、利益を目的とした転売行為を続けています。こうした状況を受けて、戸辺は新たな対策として、コンサート会場での本人確認を実施することを決めました。本人確認は、特に日本においてプライバシーに敏感な問題であり、ファンの間でも賛否が分かれるかもしれません。しかし、戸辺の決断には大きな意味があります。それは、 純粋にアーティストをを応援したたいファンを守るためです本人確認を行うことで、転売目的でチケットを購入するものや、不正な方法でチケットを入手しようとするものを排除し、本来その場にいるべきファンが、正当にチケットを手に入れ、アーティストとの特別な時間を共有できるようにする狙いがあります。この対策は、決して簡単なものではありません。 コンサート会場での本人確認には多大な労力とコストがかかります。運営側も、これを実施することに心苦しさを感じている部分はあるでしょう。しかし、ファンのためにこの厳格化を決めた背景には、これ以上不正行為によって純粋なファンが失望することを防ぎたいという強い思いが込められています。ファンとの信頼関係を築き、大切に守り続けるために、このような対応が必要不可欠だと考えているのです。 ここで、少し立ち止まって考えてみましょう。なぜチケット転売は、ここまで深刻な問題となっているのでしょうか。答えは明白です。転売によってチケットの価格が高騰し、本来そのチケットを正規価格で購入できたファンが、コンサートに行けなくなるという不平等な状況が生じているからです。さらに、転売業者が利益を上げるために、チケットの購入プロセス自体が競争激化している現状もあります。 自動化されたボットを使用してチケットを大量に買い占め、その後高額で転売するという手法が広まっているため、一般のファンが正規の方法でチケットを入手することが非常に難しくなっています。また、もう一つの問題は、転売されたチケットが無効になるリスクです。公式のチケット販売システムを経由していない取引では、購入者が偽造チケットをつかまされる可能性が常につきまといいます。このような詐欺被害に遭うと、 楽しみにしていたコンサートの当日に入場できないという事態が発生し、ファンにとっては大きな精神的な打撃となります。このような事態を避けるために、戸べのようなアーティストや運営団体が積極的に対策を講じることは、ファンにとって非常に重要です。そして、このような取り組みは、チケットの適正な流通を確保し、ファンが安心してコンサートを楽しむための大きな一歩となるでしょう。しかし、 ここで新たな疑問が浮かび上がります。本人確認を行うことで、すべての転売問題が解決するのでしょうか。これは非常に複雑な問題です。本人確認は確かに一つの有効な手段ですが、それだけで完全に転売行為を防ぐことは難しいかもしれません。例えば、代表者がチケットを購入し、その同行者として他の人にチケットを渡す場合、 同行者の本人確認がどのように行われるのかという問題が残ります。また、もし代表者が当日行けなくなった場合、同行者も入場できないのかという不安もあります。このような細かな点に対しても、今後さらなる対策やシステムの改善が求められるでしょう。ここで注目したいのは、技術の進化がこの問題にどのように寄与できるかという点です。現在、チケットのデジタル化が進んでおり、 ブロックチェーン技術を利用したチケット管理システムなども開発されています。このようなシステムを導入することで、チケットの心眼確認や転売の追跡が容易になり、転売業者による不正な取引を防ぐことが可能になるかもしれません。例えば、デジタルチケットがブロックチェーン上で発行されると、その取引履歴がすべて透明化され、誰がどのチケットをどのように入手したかが簡単に追跡できるようになります。これにより、 正規ルート以外でのチケット流通が減少し、ファンが安心してチケットを購入できる環境が整うかもしれません。もちろん、すべてのファンがこのような新しい技術にすぐになれるわけではないでしょう。特に高齢のファンや、デジタル技術に不慣れな人々にとっては、新しいシステムの導入は障壁となる可能性があります。しかし、時間をかけて教育やサポートを行うことで、こうした技術を普及させることは可能です。 何よりも、アーティストとファンの関係を守り続けるためには、こうした技術革新も重要な一環となるでしょう。トベの決定は、転売問題に対する大きな一歩であり、ファンとアーティストの絆を守るための重要な取り組みです。しかし、これが全ての問題を解決するわけではなく、今後もさらなる対策や技術の導入が必要になるでしょう。ファン一人一人がルールを守り、正しい方法でチケットを購入することが、 最も重要なことですそして運営側もファンの声に耳を傾け柔軟かつ適切な対応を続けることでより良い未来を築くことができると信じています私たちが目指すべき未来は純粋にアーティストを応援するファンが正当にチケットを手に入れ心から楽しめる環境を作ることですそのためにはファンと運営が一体となり協力してこの課題に取り組む必要があります 誰もが平等にチャンスを持ち、最高の音楽体験を共有できる日が来ることを、心から願っています。戸部が今回の本人確認を導入した背景には、アーティストとファンの間にある純粋な絆を守りたいという強い思いが込められています。この決断に至るまでの過程では、運営側が何度も葛藤し、ファンの自由やプライバシーを尊重しつつ、どのように不正行為を防ぐかという難題に向き合ってきたことでしょう。 しかし、このような対応がなされなければ、不正行為が横行し続け、結果的に本当に応援しているファンがコンサートから締め出されてしまう危険性が増大します。転売問題は、決して日本だけの問題ではなく、世界中で同様の事例が報告されています。海外では、一部の国や都市が法的な規制を強化し、転売業者に対する罰則を厳しくすることで対策を取ろうとしています。例えば、 イギリスでは、チケットの不正な転売行為に対して罰金を科す法律が制定されており、これにより転売業者は取締りの対象となっています。日本においても、近年、チケット不正転売禁止法が施行され、同様の法的な枠組みが整いつつありますが、実際にどれほどの効果があるのかはまだ模索段階です。さらに、このような規制や対策の背景には、転売業者による暴利行為だけでなく、 ファン同士の信頼関係が壊れてしまう危険性も含まれています。コンサートやライブというものは、単なるエンターテインメントの枠を超えて、ファン同士が交流し、共に楽しみを分かち合う場でもあります。しかし、転売行為が蔓延することで、その場の雰囲気が損なわれ、本当にここに来るべきファンが入れ替わってしまうような事態が発生します。そうした状況は、アーティスト側にとっても痛みを伴うものであり、 真に応援してくれているファンに対して何らかの対策を取らなければならないと感じるのは当然のことです。一方で、本人確認の徹底やデジタルチケットの導入には課題も伴います。まず、コンサート当日に行われる本人確認は、時間的なコストが大きいことが懸念されています。例えば、大規模なライブイベントでは、数万人の観客全員の本人確認を行う必要があり、 その過程で長い待ち時間が発生する可能性がありますまた技術的な問題やシステムの不具合が発生した場合にはさらなる混乱を招く危険性もありますこのような懸念点に対して運営側は事前に十分な準備を行いスムーズな運営を確保する必要がありますしかしこうした不便さや課題があってもアーティストとファンの信頼を守るためにはやはり厳格な対応が必要です ファンもまた、これまで以上に協力的な姿勢を持ち、ルールを守ることの重要性を理解しなければなりません。例えば、SNS などでの情報共有により、不正なチケット取引の危険性や、どのような方法で正規のチケットを入手するかといった情報が広まることで、ファン自身がより賢明な選択を行うことができるようになります。コミュニティ全体が一丸となってこの問題に立ち向かうことが、 最終的には転売問題を解決する鍵となるでしょう。